イベリア航空、イベリア航空、イベリア、スペイン語正式社名、イベリアリニアスアリアスでエスポニア SA は、スペインの航空会社である。マドリードを本拠地としている。主要な拠点は、マドリード空港及びバルセロナ空港である。スペインの、いわゆる、フラッグキャリアである。航空券の座席予約システム、CRS は、アマデウス IT グループが運営する。 アマデウスを利用している。ブリティッシュエアウェイズと2010年4月8日にグループ企業、インターナショナルエアラインズグループの発足に合意、2011年より発足し、グループの陶機場本社をイベリア航空の本社所在地であるマドリードに置いている。イベリア航空は世界の中で最も古い航空会社の一つとして、1927年6月27日に設立された。 初飛行の旅客は、当時のスペイン国王アルフォンソ13世で、マドリード・バルセロナ間の路線で1927年1月4日に運行が開始された。翌年には、ロールバフ・ハローエート・ローランド3機による商業飛行も始まった。乗客10人、乗員2人乗せることができ、座席は枝編みの椅子で、トイレも備わってあった。 この当時飛行機の最高速度は 205kmH を達成した。1932年ガソリンエンジンによる営業飛行を開始。1939年にマドリードリスボンカンで国際線サービスを開始。1944年9月30日に国営化された。1945年には大西洋横断線を実現し、1946年には 最初の客室乗務員を採用した。1946年に、マドリードブエノスアイレス路線上で、ダグラス DC-4 型機を使用して、ヨーロッパイコール南アメリカ間を飛べある、最初の航空会社となった。1951年、機内食の提供を開始。1953年、国際郵便はがきの取り扱いを開始。1954年8月には、 ニューヨークの直行便を開設した。翌年には、最初の客室清掃員を採用した。その後、アメリカ西部やカリブ海に路線を広げ、自動車の飛行機での輸送やボーイング747の商用飛行を行った。1974年に、マドリード・バルセロナを結ぶヨーロッパの最初のウォークオン、シトルサービスを立ち上げた。この年、 今日の一般的なコールセンターの前の段階であるセルバイビリア電話サービス及び赤いジャケットという問題が出た時に解決する特別サービスを提供する担当者に加えて制服着用地上スタッフを配備した。1985年に初めてとなる女性パイロットと採用。1987年はアマデウス IT グループ創立メンバーの一員になった。 1980年代後半から1990年代初期、イベリア航空は従来使用していた、マクドネルダグラス DC-9 型機、ボーイング727型機及びマクドネルダグラス DC-10 型機を、マクドネルダグラス MD-87 型機、エアバス A320 型機及びエアバス A340 型機に更新する計画を策定。 さらにボーイング757型機もかなりの数購入した。1991年にイベリア航空はヨーロッパの最初の国際線航空会社としてフリークエントフライヤープログラムイベリアプラスを立ち上げ、1996年にウェブサイト w w w i b e r i a c o m を立ち上げた。1999年に アビアコ航空を買収するとともにその機材を継承し、同年9月には航空連合ワンワールドへの加盟を果たした。2001年に民営化が完了し、イベリア航空の株式が株式市場に上場された。2004年7月、イベリア航空は南アメリカ線のハブ空港をマイアミからホンジュラスのサンペドロスラへ変更したと発表した。2005年、 イベリア航空はエアバス A340 型機に新しいビジネスプラスクラスを導入した。2006年には格安航空会社のブエリング航空の台頭に対抗するため、同じく格安航空会社のクリックエアを設立し、イベリア航空のバルセロの発着路線を移管した。なお、クリックエアは2009年にそのブエリング航空に合併され、ブエリング航空が イベリア航空の関連会社となっている。2007年7月、エールフランス KLM がイベリア航空を買収する計画に参入することを表明した。2009年11月12日、かねてより交渉が行われていたブリティッシュエアウェイズとの統合について基本合意。2010年4月8日にインターナショナルエアラインズグループを発足さ。 グループの陶器場本社をイベリア航空の本社所在地であるマドリードに置くことで最終合意した。経営統合は2011年1月に完了、乗客の輸送規模で世界6位、欧州3位の航空会社となった。2011年にはブリティッシュエアウェイズと貨物事業を統合すると発表が発足した。2012年イベリアエクスプレスを設立。 2013年4月、ブエリング航空がイアグ参加に移動した。同年10月には新しい CI を発表している。2015年には長距離国際線向け機材を大量発注した。日本は1986年、マドリード・バレンシア・ムンバイ東京で就航を果たした。1987年には、ケイチをアンカレッジとモスクワ。1990年には、 モスクワのみとし、その後直行便化されたが1998年12月に撤退した。2015年7月31日にイアグ主導で経営改善が進み、新機材として A330 から200や A350 から900を発注していて、これら機材を使用してアジア、アフリカ、アメリカ大陸の新路線を開設する意向を表明し、アジアでは 東京、上海への就航を検討していることが報じられた。スペインのバルセロナは、イタリアのローマやベネチアと並んで、日本人観光客から高い人気を誇るため、以前から直行便就航を要望する声が多かった。2016年1月18日、上海線の冬ダイヤ以降の開設準備と同時に、東京便を10月18日に、 週3便で開設することが発表されたが、2016年6月28日に、上海先週3便運行の開設を前倒しすることを4月19日に表した。欧州域内のかなりの便が格安航空である、ベリング航空運行のコードシェア便で、ワンワールドのマイレージは一切貯めることができないので要注意。英語版記事も参照。タン 中距離路線の収益改善を図るため、ブエリング航空とは別に設立された格安航空会社。2011年10月に設立が発表され、2012年3月に運航を開始した。主にイベリア航空から路線移管を受ける形で運航ルートを拡大している。詳細はエアノストラムの項目を参照のこと、上記に加えてグループの関連事業として、 イベリア航空の自社機材及び他社へのサービスとして航空機の保守会社の資格を得ている。また航空会社を顧客としてスペインの空港の取扱いサービスの有力企業である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。